はい、皆さんこんばんは。ワッツーズー京都です。なんと僕たちは今日京都にある伏見坂倉工事にやってまいりました。イエーイイエーイ。実は、ここでは伏見で有名な日本酒をたくさん味わえるということで、今日はそれを皆様にお伝えしていきます。そもそも日本酒なんでこの伏見で有名なんでしたっけ？はい、この伏見という場所は昔から非常に良質な水が取れる場所ということで、江戸時代頃からこのように数多くの日本酒を製造する酒蔵が進出するようになりました。そして今日はその美味しいお酒を実際に飲んでみようということでこの場所にやってまいりました。すごいお酒が好きっていうことでどうですか？そうですね、楽しみですね。わ、はい、楽しみです。頑張っていきましょう。早速行きましょう。レッツゴー。はい、やってまいりました。今僕たちが来ておりますのは、伏見酒蔵工事というお店でございます。そしてこちらのお店でいただける名物というのが今目の前に並んでいるこれなんですね。よいしょ。一体何かと言いますと、何ですか？こちらなんとここ伏見の酒蔵で作られた全部でなんと18種のお酒がこちら全て飲むことができるという利き酒でございます。よいしょ、やってまいりました。こちらをですね、全18種一つ一つ味わって飲んでいこうと思います。じゃあ今から僕たちが選んだこれは美味しそうだなってやつを飲んでいきます。まず僕のやつは晴れ口っていう日本酒です。かおりちゃんのは？はい、私のやつはコトーのしずくです。いいね。はい。はい、私のやつはアラムシャでございます。アラムシャ？アラムシャでございます。おお。ちなみになんでアラムシャを選んだんですか？やはり荒々しいことが大好きというアラムシャを選ばせていただきました。おお、男ですね。はい、男でございます。じゃあ次、コトーのしずくはどうして選びましたか？はい、私のこのお酒はフルーティーな味わいということで女の子にも飲みやすいかなと思って挑戦してみます。わ、素敵ですね。はい、僕のタレ口は超甘口なお酒で、僕は自分にもすごく甘いので甘口のお酒を飲みます。じゃあみんなで飲んでいきましょう。はい、バイバイ。あ、甘いです。すっごい芳醇な匂いと奥深い甘さがありますね。なんかフルーツみたいな味しますね。どうですか、ことのしずくは？私のやつは甘くはないんですけど、すごい果物っぽいなんかフルーティーな味わいで、すごい飲みやすいお酒です。アラムシャはもうアラムシャだけで荒々しい口の中がもう荒々しいです。最高です。もうちょっとないですか、日本語。いや、もう深みと荒々しさ、これを求めるならもう荒武者しかないでしょう。おー、あ、そう、おい、はい、いただきます。うわー、フルーティー、いやー、美味しかったですね。いやー、18種それぞれね、いろんな味で、まあ素人なんですけど分かりました、違いが。で、みんなでなんと一番好きなお酒を最後発表します。決まりましたか？はい、 OK です。じゃあまず沢井俊くんから一番好きなお酒を発表してみてください。はい、18種類ある中で一番美味しかったのは山本本舗さんの濃純です。濃純、濃純、一番の理由は何でしょうか？このお酒は深みという点ではもう群を抜いていたので、ぜひそのあっさりしたというお酒よりは深さを求める人にはぴったりのお酒かなと思います。アラムシャでは、かおりちゃんの一番は？はい、私の一番は、木桜の花勝負。お、一番最後のやつね。
美味しかったです。なんか甘くはないんですけど、すごい飲みやすくて美味しかったです。飲みやすさね、はい、やっぱ大事ですよね、はい。じゃあ僕が一番美味しかったのは4つ目の京姫酒造さん匠です。おー、匠序盤だったんですけど、一番このバランス、日本酒初めての人にも優しい味で、日本酒多分好きな人もこう、あ、これはちゃんと日本酒だし美味しい深みがあるっていうところで選びました。で、僕この匠っていうお酒めっちゃ好きで、この間家でも瓶を買って飲んでました。そのぐらい好きです。いや、本当に美味しかったですね。美味しかったですね。日本でこんなにたくさんの種類のお酒を一気に飲める場所はこの伏見酒蔵小路しかないんで、皆さんぜひ日本に来た時にはこのお店立ち寄ってみてください。お疲れ様でした。